ケリスの行き当たたりりばったりこの番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをカジュアルにお届けする番組です説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます今回のテーマは相性抜群オーディブルで地平線を追いかけて満員電車を降りてみた自分と向き合う物語を聞いてみたという内容でをご紹介したいと思います、えー、まあいいものをね、えー、いいと思ったものの紹介になるんですが まずね、ポッドキャストは今耳でね聞いていただいてるものなんですけど案外このポッドキャストの番組を探す時って結局目に頼りがちになってませんかねなんかそれが耳のこのポッドキャストでの紹介でまた違うポッドキャストだったり音声メディアだったりなんかいろいろねご紹介できたらなんか比較的目を使う頻度は少しで、えー、いろんな。 ものを楽しめるんじゃないかなと思って。そういうものを目指して、あのこういう紹介系もね。あの音声から音声への紹介がもう少しできたらいいかなという風に思っています。まあ、そのきっかけとしては、まあ私が20代前半からも演出っていうことがあってまあ、インターネットも好きだし、仕事もめちゃくちゃパソコンとか使うんですけど。 仕事した上でさらにねその趣味の時間もパソコンってなると目が本当に疲れるので、まあ、ブルーライトカットのレンズだったり眼鏡だったりをしてるんですけれども極力ねそういう疲れる時間とか探す時間は省いてこの好きな音声メディアからまた新しいねあの興味のある音声メディアが探せるようなハブになればいいかなというふうに思っております。 でね、今回は桐谷和明さんの著書これがちょっと長いんですけど「地平線を追いかけて満員電車を降りてみた自分と向き合う物語」っていうのが、まあ、前前発売前から気になっていたので、えー、なかなか踏み出せずにいたんですが、まあ、タブレットを買ったのをきっかけで「まあ、Kindle で読んでみようかなと思ってお試し版をダウンロードしたら、えー、まさかの台本形式上になんか名前が書いてあって下にセリフが書いてあるみたいな感じの形式ですね。 えーまあ、よくね吹き出しタイプの本が読みやすいとしてレイアウトされてるのを見るんですけど実はね正直苦手でどこが読みやすいのか全くわからない <laughs> うん、まあ、小説なんだろう小説タイプの方がまだ好きかもしれない小説の中の鍵括弧のセリフの部分ってそんな多くないじゃないですかいいちいちなんかあの吹き出しに入って 余白取りまくってページ数増えてるのがなんか嫌ですね <laughs> はいで何、えー、だっけえー、っと吹き出しタイプの本が苦手でまあ吹き出しではないんですけどまあそれに似た台本形式だったんですねこの台本形式だったら映像化とかにしてくれた方がいいのになと思ってああそういえばオーディオブックだったら聞きやすいかもと思って 昔フィービーっていうサービス名だったんですけど今はオーディオブック・ドット・ JP っていう名前なのかな,なんかサイト名なのかサービス名なのか何かよくわからないんですけどでまあそっちを探しに行ったらなかったんですよでまあオーディオブックっていうのは本を朗読してくれるのでなんかアメリカの方では結構普及してるらしいんですけどまあ土地が広大なので車のでの運転中に聞いたりとか っていうのであのポッドキャストもあの広くね日本よりは普及してるみたいですでオーディオブックを知ったきっかけは確か勝間和代さんの本とかメンタリスト大吾さんがおすすめしてた影響で興味を持ったのがきっかけでしたそれであのフィービーと、えー、当初からアマゾンのオーディブルっていうものがあったんですけどオーディブルは解約したらあの購入したデータが消えるということだったので なんかそれ嫌だなと思ってフィービーを使ってたんですけど今はどちらも買い取りシステムがあるみたいですなので,、ね、ーーなのでフィービーの,あのアカウントに久しぶりにあのログインしたら45冊程度なんですけどまあ,あの本のデータがあってアプリからねダウンロードしたらあの比較的スムーズに聞けるんですけどあのパソコンからダウンロードしたら 昔の名残残がまだ残っていていアプリは倍速とかも簡単にできるんですけどパソコンの場合 MP3 みたいな感じの音声が小ごとに入っていて1個ずつダウンロードして例えば iTunes とかにのライブラリーに入れて聞くみたいな感じだったんですねでそれがあのノーマルの速さの、えー、データと倍速の速さのデータ があるのであのパソコンで聞こうと思ったらあのめちゃくちゃめんどくさかったですスマホで聞くとねあの電池の減りが早いのでパソコンで聞こうかなと思ったんですけどまさかの、えー、パソコンは休憩式ということででしたでねこのキリアさんの本に関してはフィービーにはなかったのでオーディブルを見てみたらえっ、ー、と オーディブル側でも買い取りシステムができていたみたいでさらにあの本もあったのでね、えー、使ってみようかなと思ってオーディブルのお試し会員になってみましたお試し会員だと1ヶ月無料でしかも1冊無料で聞けるとのことで <laughs> 無料枠で出たんですけどまあキリアさんの本を購入してみましたえっ、ー、とね今のタイミングだとあのオーディブルも 毎月無料で聴けるボーナスタイトルというのを発行しているようで今はまた吉直ささんの劇場といいう作品が公開されています私もいさっきダウンロードしてまだ聴いてないんですけどもしかしたら1月31日とかで消えちゃうかもしれないので早めに聞いた方がいいかもしれないですねまあ1月に間に合わないかった人はまあ2月の無料タイトルがまた楽しめたり、えー、無料アカウント 体験アカウントで入ったら、まあ、1冊何かお好きなものが、えー、ダウンロードできるかなと思いますただしねこのオーディブルとかフィービーとかあの音声あ違うオーディオブックって Kindle の電子書籍とかよりもさらにあの本の数が少ないんですよなので、えー、と気になる本があるのであれば あのまず検索してねチェックしてみてあるかどうかの存在からあの確認した方がいいかもしれないですね。あとは何だろう私はもうこのフィービーじゃないオーディブルオーディブルじゃないオーディオブックとオーディブルの2個で比較してるんですけど多分ね他にもあのおすすめおすすめっていうか、えー オオーディオブックのサービスを実施してる店舗もあるとサービスもあると思うんですけど多分アマゾンと昔からあるフィービーで結構読みたい本ないなって思ってるぐらいなので多分他のサービスはもっと本の種類が少ないんじゃないかなと思ってますなのであの作品数に関してはアマゾンが一番多いんじゃないかなと勝手に思っているので まあ、調べてみたらいいいかなと思いますでそさらにそのオーディブルの中で読みたい本があるかどうか調べるもしなか読みたい本なかったらこのキリアさんの本結構おすすめなので聞いてみてもいいしあのちょろちょろね立ち読みとかしてみて気になったらとかでもいいんじゃないでしょうかでねこの何度かポッドキャストに登場しているキリアさんなんですが 実は YouTube のチャンネルを持っていてその中で俳優のワークショップ動画が以前見れあったんですねでその時のにちょっと見た内容があのこのオーディオオーディオブック内で繰り広げられ始めたんですよなのでその触りの部分は実は私は YouTube のワークショップの部分でちょっと聞いちゃってたんですねまあ全然いいんですけどあこれ 見たやつだと思ってあの、ね、これを書きノートを書きながら YouTube 探しに行ったらもうすでに非公開になってましたで舞台のワークショップなんて、まあ、別に俳優志望でもないしなかなか行く機会ないじゃないですかなのですごい面白いなと思って見てたんですけどまた機会があれば公開していただけると嬉しいなっていう感じですねでこの本を読むまでのもしかしたらプロモーションも兼ねていたのかもしれないですね だしそのワークショップやっていたっていうことなので、えー、なんか今後ね舞台とかでもやるのかなというふうにぼんやり思っていたりします。えー、あお <laughs> ちょっとねノートは書いてはいるんですけれどもあのノートを書くときはブログを書くような気分でしかも私別にそんな要約するタイプでもないので最近は意識はしているんですけれども。 えー、口で話すのがまだねそんな得意ではないのでもうちょっとどちらかっている先にあのブログでもうちょっと後ろ,に後ろの方に書いてるのを先に言ったりとかしてるのでちょっと自分でパニクってるんですけど。はい、でオーディブルの話さっきもしたんですけどが過去に少ないながらも何冊かかっていて、えー、今回のね桐谷さんの本が最も聞き直した一冊となりました。 本当にあの仕事中に聞いてたんですけどなんかめちゃくちゃメモ取ったりとかしてましたねで台本形式の本が好きという人以外はかなりの確率でオーディオブックで聞くのがおすすめかなと思いますラジオドラマとか分かる人いますかねえー、まあそんな感じで聞けますただナレーションというか喋ってる人が同じなので まあちょっと声色が変わる程度なのでラジオドラマほどのクオリティではないあのー、人のね使い分けというか何か独り語りみたいな感じにはなるんですけれどもはいそういう特性を,を、えー、あらかじめ知っていればかなり楽しめるんじゃないかなと思いますでね桐谷さんを知ったのはもちろん歌と光のプロモーションビデオミュージックビデオの 監督や CD ジャケットのカメラマンとして活躍されていたから、えー、ヒッキーのねサイトで知りましたし UH3 のメイキングとかにもね結構出てきてるし当時の、えー、ヒッキーズウェブサイトの多分ファイナルディスタンスかなんかサクラドロップスとかその辺りの、えー、特設ページにも桐谷さんのインタビュー出てると思うので探したらもしかしたらあれかも貼っときますねあ,あれば。 でその頃から知っていて昔からなんかユーストリーム配信とかも見ていたし一期と同じぐらい愛着のある人になっていますで人生勉強にもなってメモも取りまくったので気になる方は書店でパラパラめくってみるもよし電子書籍で試し読みしてみるのもよしオーディオブックで試し聞きもありだと思いますはいそういうわけでねまあそんなキリアさんなんですけど初めてね私が人生初のクラウドファンディングに参加したプロジェクトがキリアさんの映画 新世界との何、えー、だろうパイロット版の映像制作にクラウドファンディングしましたその映像がね1月31日に公開となるらしいので、はい、それも楽しみに待っています、えー、本の内容にはほとんど触れてないんですがえっ、ー、と「<laughs> 目次だけ」 目次っていうのかな目次だけあらすじ解説っていうと第5話で成り立っているこの作品でして「成功したいあなたへ自分を好きになれないあなたへやりたいことが見つからないあなたへ仕事がうまくいかないあなたへ人生を諦めかけているあなたへ」という内容で、えー、構成されていますキリアさんのね、まあ、実話をベースに、えー、基づいてできているお話なので。 説得力はありつつも結構ね桐アさん大胆な行動をされるのでまあでも学ぶところはたくさんあると思います是非、えー、参考になさってみてはいかがでしょうかエンディングですエンディングは祝4,000回再生ということでお届けしたいと思います確かこの年末が3,000回 年明けに3,500回だったと思うのでだいたい今のペースだと月500回ぐらいの再生なのでやっぱり今年の目標は1万回再生ぐらいですかねで最近ちょっとねスタンド FM も滞りがちなんですけれどもというのもねジムの時短営業で外出の頻度も少なくなっているのでちょっとネタが若干なくなっているからかもしれないですねというわけでこの家の中でできることだったりとか 引き続きまたお届けしていきたい、行ければなと思ってます。はい。ジムが時短営業になっているのはなぜか、非常事態宣言中ですね。もうなんか、あまり普段と変わらないので、うーん、特に変わらないような気持ちです。特に最初の非常事態宣言は結構ね、ビビってましたけど、もうね、マスクで歩くのも慣れたしね。そんな感じですね。 というわけでまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうもイェセイ。